全英無言禅師は、千野か助、橋本聡、金子正明によって結成された、日本のバンド、略称、全英、2005年結成。基本は3名での演奏活動を行っているが、ライブによっては、様々なジャンルで活動しているミュージシャンを、サポートメンバーに加え、最大で30名ほどの巨大バンドにもなる。主に都内、横浜を中心に、ライブ活動をしており、 ライブごとに様々なジャンルから多くのミュージシャンが参加することからミュージシャン同士の交差点ともなっている。2005年7月26日、館内キングスバーにて初ライブを行う。この時期は、ズームの RT-123 で作ったリズムトラックを使用し、ピアノとトランペットの即興によって主に演奏されていたが、翌年の原宿クロコダイルでのライブから、 サポートメンバーを加え、楽曲として構成を持つものやドラムを入れた、クラブビートを使用したサウンドなども多用されるようになった。2006年10月8日、ジャズのライブハウスの老舗、赤坂 BB にてワンマンライブを行う。オリジナルメンバーに加え、サポートメンバーは、トランペット、トロンボーン、サックス、ピアノ、ベース、ギター、ドラム、パーカッション、和太鼓。 語りの総勢23名による巨大バンドとなった。この時のライブの様子が音楽雑誌、楽器族。ブラストライブの2007年ボリューム2号に掲載され、ブラストライブのブログやサイトでも取り上げられた。記事に掲載されたビッグバンドでありながら即興で演奏していくペンギンはこの時が初披露となった。2007年5月5日、全英無言全寺の初主催イベント。 ツリーが渋谷ファイブセンスで開催された。以降、ツリー、ホワイノット、ノグジャカネ誕生日セレモニーなどイベントを多く主催していく。2009年3月24.25日、池袋スズン小屋にてイベント、ホワイノットにデーズを開催。主催イベントとして初めて複数日となった。このイベントは今までと趣向が異なり、ステージに舞台装置を設置し、 それに合わせて演奏を行い、ダンス演出や語りなどを物語として仕上げた音楽劇となった。2009年8月1 2 1 3 4日、吉祥寺スターパイン、エスカフェにて3夜連続全英無本禅寺の夏祭りを開催。現在もライブを中心に精力的に活動している。サポートメンバーを含む参加しているミュージシャンがファンク、ジャズ、ラテン、 ポップス、クラブミュージック、フュージョン、ソウルと様々なジャンルで活動していることから、即興演奏を伴うサウンドにはそれらが強く反映されている。また、全英無言ン寺、アフリカンセッションや全英無言ン寺ビッグバンド等、一定のテーマを設けて演奏することもある。楽曲の大半は、気楽曲であり、ボーカルが入る場合、 歌を聴かせるというよりは一種の楽器としての扱いの方が多い。初期に作られた曲は一つのテーマがあり、リズムトラックを流し、ループさせたベースにエフェクトをかけたトランペットとピアノが即興で演奏していくという形が多かったが、サポートメンバーを伴ってからは楽曲として構成を持ったものが多い。曲名は、 単純にイメージできるものか、識別のためにつけたものがそのままになっている場合が、ほとんどである。サウンド自体は和を基調としてはいるが、和にこだわっているわけではない。代表曲多前衛無言前字という名前は造語であり、前衛が新しいもの、先進的なものを意味し、無言は、音楽、前字とはそれらを伝えるものということを表しており、前衛無言前字とは、 新しい音楽を伝えるものという意味である。演奏やイベントにかかった主な共演メンバーは下記。たたすなお、血のは、小、中編成の場合はトランペットを演奏することが多いが、大編成においては、トランペットソロ以外は、四季に専念している。ありがとうございます。